東方の三博士の来訪、ハインリヒ・フェルディナント・ホフマン東方の三、博士像東方の三博士とは、新約聖書に登場し、イエスの誕生時にやってきて、これを拝んだとされる人物。東方の三賢者、または東方の三賢人という呼称も多い。マタイによる福音書に1から13に、 博士たちについて記されているが、先星術の学者たちが東の方から来たとしか書かれておらず、人数は明記されていない。東方で星を見た彼らは、ヘロデ大王にユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと拾る。ヘロデ王は、祭司長たちや立法学者たちを集めて問いただすと、彼らはそれがベツレヘムであることが予言書に書かれていると答えた。 星が先立って進み、幼子のいる場所の上に止まる。博士たちは家に入り、母マリアと一緒にいた幼子イエスを見て拝み、入校、持つ役、黄金を贈り物として捧げた。ヘロデ大王は幼子を見つけたら、自分に知らせるようにと彼らに頼んでいたが、彼らは夢のお告げを聞いて、ヘロデ大王の元を避けて、別の道を通って、自分たちの国に帰った。博士あるいは、 賢者と訳される言葉はギリシア語でミューガンマヨタである。この語をラテン語化した形がマギである。英語のマジックの語源である。ゲンギーはペルシアの宗教の中で祭祀の職につき、天文学内祀先生術に携わっていたメディアの一部族の名前である。そのことから古代では特に東方出身の天文学者、夢を解き明かすもの、占い師がマギと呼ばれる。その意味は、 次第に拡大され、ヘレニズム以来、その他にも、東方の死、ゾロアスター教の神官との説もある。東方の星についてはマタイが福音書の中で述べている。星がイエスの誕生の物語で用いられたことについて、天文学の分野において様々な見解がある。紀元前12年か11年には、ハレー彗星が観測されている。また紀元7年か6年に、 ユダヤ人の星である土星と王の星である木星が、魚座で接近して輝いたという記録がある。さらに、中国の天文学には、紀元前5年か4年に彗星が現れたという記録がある。天文学者のヨハネス・ケップラーは、星の記事が書かれた背景には、土星と木星の接近という稀有な現象があったと、指摘する。ヒエロニムスは、これを捧げられたイエスが王であり、神であり、 さらに人間として死すべきものであることを示していると解釈した。先生術の学者たちの職業上の道具であったとも言われている。福音初期者が古代東方で最も一般的な贈り物の名を単に述べているだけとも考えられる。三博士の名は西洋では7世紀から次のような名が当てられているシリアのキリスト教会ではが対応しており、 ペルシア起源を強くほのめかしているが、真偽は定かではない。アルメニア正教会では、エチオピア正教会ではが対応する。サン博士がイエスのもとにやってきたのは、比較的初期の時代には、マタイによる福音書2章16節に基づいて、誕生の2年後と思われていた。次第に、アウグスティヌスの影響によって、誕生後の13日目というのが普及するに至った。 東方の三博士がイエスに会った日が高原説の起源である。キリスト教圏でクリスマスの季節になると飾られる馬小屋の模型にはよく贈り物を携えた三博士の人形が飾られている。フランスで高原説に食べられる菓子がレッド・でロワは蝶のガレッドという意味である。ドイツのケルンダイ聖堂には三博士のものとされる遺骨を収めた黄金の棺が安置されている。 メキシコでは、東方の三博士の日に、フェーブが入った、パンロスカデレジェスを食べる。ギリシア語新約聖書釈疑辞典、1、ベルツ、ホルストロバート、シュナイダー、ゲルハルト、1926、マークス、ハンス、ユルゲン、アライ、ササグ、1930、アライ、ケン、1930、 巨文館、ISBN9 兆7847億6424万391億9億933万 694https コロンスラッシュスラッシュ www.worldca.org t スラッシュ oclc スラッシュ909330694また、意味よる福音書、レイレイル,ルス、ウルリヒ、オカワ アキラ、1944、小川。OPUSDEI.ORG、2020年9月23日、閲覧。1966、宮平、望む。1966、宮平、望む。マタイによる福音書、市役通解説、東京。 新京出版社、ISBN44 億11万8916、億三1億3729万230、https コロンスラッシュスラッシュ w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  r l d c a o r g スラッシュ oclc スラッシュ137290230、また、福音書、講義上、高橋、サブロウ、1 9 2 高橋サブロウ、1920、東京。 教文館、ISBN47 億6421万7066、億三8億3566万7063、https コロンスラッシュスラッシュ w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  o r l d c a t o r g スラッシュ oclc スラッシュ835667063まただ、福音書を読む、いつありがとうございます。